ではね、今日も、アサシンクリードイン、アイデンティティやっていきたいなと思います。次回は、治癒者の地位かな、クリアしたので、今度は復讐に燃える目、マナコっていうのかな、これにちょっとやっていきたいなと思います。レオナルドを護衛し、安全な場所に連れていく。増援が到着する前にサンタクローチェ教会で、なんて読むんだろうな、なんとか団を見つけて始末する。護衛をしながら倒すってことかな。じゃちょっと行ってみたいなと思います。お、ステルスからの暗殺をアンロックしました。チュードレオブミッションプレイしますか。チュードレオブデモンドリル、ちょっと後でしましょうかね。どんな感じかな。フィレンツェ、本当絵が綺麗だな。噴泉違いレナード合流しよう。これかな。こいつがレオナルド。お、レオナルド・ダ・ヴィンチ。何？そうか、勝手に歩くなこいつ。鷹の目を発動してターゲットを探す。はい。お、あの赤いやつか。始末する。あいつを殺せばいいのかな。ちょうど人が、お前そっちに行くの？ダヴィンチ OK よ。もういないんじゃないか。あ、これか、黄色いやつか。赤いやつを倒してしまったな。ああ、そう、暗殺したかったぜ。ないのかな。お、お前も黄色か。彼らは買収されている可能性がある。あ、もしかしてこれにしとった方がいいのか。これの方がいいんだろうね、多分。お、赤いやつがいる。お、敵対。迅速にね。やっぱこれで見てた方がいいのかな。こっちに赤いのがいるけど、まあいいか。広場に向かっていっている。高野ですか、敵に作戦を立てる。あれ、黄色が敵だったっけな。いやいや、赤だったよね。黄色も赤も倒していいんじゃないかな。大丈夫かな。ダヴィンチから離れすぎると怖いけど。おお、何？大丈夫かな。お、チャレンジをクリアしました。ちょっとこうスマート感がないな。なんかめっちゃ向こうから来てる。
こいつら。満殺できたらいいな。お、なんか今の攻撃の仕方がちょっといつもと違ったな。護衛は難しいな。お、赤いやつがいる。またこいつは倒してた方がいいよね。おお、スマート、これはスマートですね。こうやって人が普通に死んでる状態ってみんなびっくりしないんだろうね。そういう世界観なのかな、これは。なるほど、こういうことか。おとりに使いつつね。危ないな。ダヴィンチは偉そうに 歩いてるけどめっちゃ今ピヨってたよね。お、もうぼちぼちゴール。さっきみたいな感じかな。いいな、両方ともこう暗殺アサシンマークで倒すっていうのがね。お、おお、これはなかなかスマートにクリアしたんじゃないんですかね。お、ショップ。ブースト。お、無料。こんなんがあるんだ。またね、この無料っていうのが気になるね。あ、これね。なるほど、これを使ってる間はダメージがちょっと軽減されますよと。どん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 進んでますね。まあ、ちょっともう少しねスマートにクリアできるようにちょっと練習しておきたいなと思います。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。